はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第121回でございます。で、今回のテーマはテーマっていうか、もう見た感じでね、ちょっとわかると思うんですけど、今回ゆるいです。はい、ちょっとまったりとそこにね書いてあるツイキャスと YouTube ライブとハイチね、元ネタ知らないよねって書きましたけど、これはですね、部屋とワイシャツと私、ぜひお父さんお母さんに聞いてみてください。っていうのを元ネタでちょっとパクだけ崩してね、使ってるんですけど、まあ、今回はね、それについて話していきます。最後の配置は全然関係ないんですけど、まあ、ツイキャスと YouTube ライブについてですね、あとは今後の方針というか、それもちょっと話していこうと思います。手短で済むんですけど、もし普段ね、使ってくれてるこのチャンネルをね、使ってくださってる方は、耳に入れといていただけると、個人的には助かります。誤解を生まなくて済むかなと思いますので、ね、よろしくお願いします。で、サクッと終わしたいので、まあ何かっていうと、以前、勉強キャスをやってるっていう話をね、ちょっとしましたけども、あれからですね、まあ勉強キャスちょっと回数を増やしてまして、今は、基本的に火曜日、水曜日、金曜日にやってます。の、夕方の部と夜の部って2回やってるんですけど、で、夕方の部が17時、まあ夕方の5時から40分間、5時40分まで、ツイキャスをつないで無言で勉強して、で、それが終わった後にちょっと20分ぐらいみんなとこ雑談して、基本的にツイキャスでもらったコメントを全員に返すので、まあそこでコメント返したりとか、いろいろなんか話したりとか、相談したりとかね、してる感じですね。で、夜の部が夜の10時半、ちょっと遅い時間になっちゃうんですけど、夜の10時半から11時10分まで、こちらも40分間やって、で、その後20分くらいまあ喋るって同じ感じですね。っていうのを一応今週というか、そうね、今週は火水金全部やらせてもらいました。で、まあ参加人数もね、そうピンキリでいろいろあるんですけど、まあ多い時だと80人とか100人くらいの方が集まっていただいたりとか、まあ少なくてもね、3、40人とかで集まってね、こうまったりやってるんですが、それをですね、ちょっと YouTube ライブの方で今度やってみようかなっていうのを思ってます。で、まあこれは個人的にもっと多くの人に、まあ、知ってもらいたい、そういうのをね。で、ぜひご参加してもらって、合う合わないは、その一回参加してもらってから決めたらいいと思ってるんですよ。自分基本的にはみんなにこう、なんか味わってもらって、そんな食べ物だったら。一回味わってもらって、うわ、まずって思うのか、やべえ、これマジ美味しいね、これって思ってもらうかは、一回食べないと分かんないじゃないですか。で、基本的に自分の授業動画もそうですけど、一回見てもらって、そこで、あ、これいいな、分かりやすい、使えるって思うのか、うわ、全然、何これよく分かんねえよ、いいや、こんなって思うかは、一回見てもらわなきゃ分からないので、ひとまずは知ってほしいみたいなのを、この1年間ずっと掲げて思って、やってきたんですけど、で、この勉強キャスに関してもやっぱ同じように思っていて、で、もちろん受験期が終わったらニーズは減ると思うんですよ。うん。また受験期が終わっても夏休み明けぐらいかな、秋に入ったぐらいにはまたやってもいいのかな、多分1年通してやることではないのかなとは思ってるんですけど、まあこの冬休みも入るじゃないですか、もうクリスマスもやってきますけど、まあこの時期一人でも多くの方にちょっと有益なものを提供できたらなと。まあ俺はね、その勉強キャスって開いても画面の向こうで俺がただ単に勉強とか仕事してるだけなんですよ。黙々と下向きながら仕事してるからね、普通にね。でもそれを様子を見ながら無言で40分過ごすと集中して勉強できましたとか、そう、あっという間に過ぎましたとかいうふうに言ってもらえるので、おそらくもっと多くの方に知ってもらえば、もっと多くの方にそう思っていただける。もちろん逆もしっかりだよ。たくさんの方に、いや、これ意味わかんない、この時間いらねえよって思われることも分かってるんだけど、でもそれは構わないじゃないですか。全員に好かれることは無理だし、全員に有益なものってものではないからさ。そう。なので、今後その YouTube ライブの方でも、勉強キャスとか、あと実はちょっと、ね、今、いろんなことちょっと計画をしていて、新しいことをやろうとしてるんですけど、その YouTube ライブを使ってですね、今後、まあ、今年スタートできればいいなと思ってるんですけど、新しい試みをやってみようというのは計画を立ててます。なので、普段ね、自分のチャンネルを見てくれた時に、基本的には、多分サムネイルが、こうなんだ、動画の画面がさ、タイトルと、数B、第何回、なんとか、ベクトルみたいな、書いてあったりとか、あと、ダラダラ城も、まあ、昔のは書いてないんですけど、サムネイルを。ほとんど俺の姿は映ってないんですが、YouTube ライブを使ったものに関しては、基本的に
多分自分が映ってやるものが多くなります。もちろんそうじゃないのもあるかもしれないですけど、ただ なので今まで見たことのないような、あれ何この動画とか、そう、多分勉強キャスの存在知らない方が急にそのさ、勉強キャス、まあ勉強キャスの動画を残すかどうかちょっと迷ってるんですけど、え、何この40分とか、なんでちょっと黙ってるだけの動画とか意味わかんねえんだけどってちょっと思わせてしまうの嫌だし、思われるのも嫌なんで俺が悲しくなるから、だからまあ事前に知っといてもらえれば、うん、そういったものなんだよっていうのを知ってもらってるだけでも違うのかなとも思うので、一応それをお伝えしておきたいなと思って、はい、今回ね喋らせてもらいました。でこれをアップしてるのがちょっと待って、日曜日、今日があれ前日に撮ってるんで、明日20かな、待って明日が20日だね、なので20日にアップしてるんだけど、まあ、19日その前日の土曜、撮影してる俺にとっては今日なんだけど、今日の夜一応ねこうその YouTube ライブを使って間に合えば、設定が間に合えば、あの土曜日の夜はね雑談キャスなんですよ。あのみんなからもらった質問とか勉強の相談とかに返す、もちろんゲームの話もあるんですけど、ゲームの話と勉強の話が入り混じってる不思議な空間がね1時間ぐらい喋るんだけどさ、それをやってて、それを YouTube ライブでできてればやってます。でそれは動画として残そうと思ってるので、もしこのダラダラジオをみんなが聞いてくれた時に、多分最近の動画みたいなところで、まあ、ちょっとね、なんだっけ、グループじゃない。なんだっけ、忘れちゃった。あれを作るかちょっと迷ってるんですけど、もう、まあ、みんなの目に触れるものにはなってると思うので、もしそれがあるようだったら、あ、こんなことやってんだ、みたいな、うん、ふうに思ってもらえると、個人的には嬉しいかなと思います。そう、来年の、まあ、もうちょっとでね、今年終わりますけど、2015年が。2016年の目標も、もうほぼ決まっていて、ちょっと新しい目標というか、来年はね、うん、ちょっと新しいことというか、さらにね、レベルアップしていけるように考えておりますので、まあ、それのための、うん、こう、準備期間じゃないけど、そうだね、いろんな新しいことを始めるために、多分ね、いろいろやると、失敗するんです、俺。そう、俺、ほんとよく失敗するんで、しかも見切り発車で始めるし、あとはとにかく機械音痴なんで、俺。そうなんだよ。そう、本当に機械が弱くてね。なので、こう、いろんなミスしたりとかね、なんか変な動画が削除しきれてなくて残ってますよとか、そう、そういうことも起こっちゃうかもしれないんですけど、頑張って前に踏み出そうとしてる男の姿だと思って温かく見守ってもらえたらと思います。はい、ということで、まあ、ツイキャスはね、ツイキャスをメインにするかもしれませんが、映せるようだったら YouTube ライブの方でもいろんなことをこれからやっていこうと、ね、さっきも言ったように新しい試みも今契約立ててますので、頭の片隅あたりでちょっと楽しみに待っていてもらえたらと思います。そして、最後に、冬休み入りますね。あの次回のダラダラジオ、これね YouTube ライブの生でやるかダラダラジオでやるか迷ってるんですけど、国語がもう、まあこれ前にもちょっと話してるんだけどね、国語がものすごく苦手な子、特にあの読解問題が苦手な子向けに過去問とかをこういう風に勉強したらいいよって、過去問やるときにこうやってちょっとやるといいよみたいな動画をね撮りたいなと思ってるので、それが次回のダラダラジオになるのか、ちょっとまだわからない、ちょっとそのまま契約中なんでわからないんですけど、近いうちに皆さんのね、耳にというか目にかわからないんですけど入れれるようにしようと思ってますので、もしよかったらねそっちの方も聞いてみてください。そして冬休みが来ます。でセンター試験の子、高校の私立入試の子は来月が本番ですね。でその後に、大学受験も私立とか、国立二次とか、あとは、高校受験も公立入試がね待ってますけども、冬休みはとにかく病みます。あ、病みますというか気がめいります、受験生。はい、特に高校受験の子、高校受験の中でも人生で初めて受験をする子、うん、っていうのは結構思った以上に気がめいる。でなぜかっていうとですね、これは学校に行ってないっていうこともちょっと影響するんだけど、やっぱり、ね、気晴らしができないんですよ。なかなか友達とも話せないしっていう。で塾っていうところあるんだけど、塾もやっぱり冬休みは冬季講習とかでほんとピリピリするので、勉強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 なんだよね。どん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 気がこう重くなってしまう。そう、でもちろん追い込みの時期なので油断はできないんです。油断はできないよ。本当にやんなきゃいけない、この冬休みは、受験生はね。ですけど忘れないでください、必ず一番大事なのは体だからね。
体調管理、そして体が資本だっていうことを忘れずに、ちゃんと睡眠をとる。睡眠時間は削らない。もちろん毎日10時間寝てますって子がいたらちょっと削ろう、それはね。でも睡眠時間ね、今まで6時間だとこが2時間削って4時間睡眠で頑張るとか、それは違う。だったらその2時間、睡眠時間を削らなくても済むように勉強の効率を上げよう。いい？必ず睡眠は取る。あと、基本的なことですけど、うがい手洗い、これするだけで全然違うからね。受験本番、受験ちょっと1週間前ぐらい、インフルエンザになったり風邪をひくだけでもすごい影響が出ます。もちろん受験本番なんてもうね、もうきついよ。全く頭回らないんで、自分一回経験してるんでね、風邪ひいたまま受験迎えてしまったので、恐ろしく自分の実力が出ないです。だからそこの体調管理の面ね、でご家族の方にもぜひ協力してもらって、例えば下の兄弟がいる方とかだったら手洗いうがいしてもらったりとか、下の子から風邪をもらうこともあるからね、家族だと移りやすいからさ。なので体調がまず一番なんだって。あとは気がめいりそうになったら誰かに気晴らしで話すといいです。あまりモヤモヤしてる気持ちを溜め込んだままいかない方がいい。この冬休みは吐き出す。それが家族なのか友達なのか、それとも塾の先生なのか、もしいなければ自分どこにね、まあ返せるかわからないけど、ツイッターとかメールとかでね、書いていただければ返せる分には相談乗りますので、うまく使ってください。とにかく追い込みすぎず、でも勉強ね、矛盾なこと言ってますけど、気持ちは追い込みすぎず、でも追い込みの時期なので勉強は頑張る、効率的にねっていう風に頑張っていきましょう。あとちょっとだからね、最後もう一踏ん張り頑張って、みんながね志望校に受かって、受かりましたって家族とかね、まあ身近な方に笑顔で報告してる姿がたくさん見れるように自分も願ってますし、それに協力できるように動画の撮影とか他のものもね、新しいイベントに関してもいろいろ頑張っていきますので、一緒に頑張っていきましょうね。はい、ということで、今回はハイチのダラダラジオ第121回、ツイキャスと YouTube と、あ、違う YouTube ライブとハイチ、まあ、テーマっていうかね、あ、求めた聞いてみてね、ぜひね、っていう感じでね、喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回に関しては、さっき言ったように、その国語の勉強法を、ちょっと実証でね、取れたら取ろうと思ってるんですけど、それがダラダラ以上になるのか、ちょっとわからないんで、まだね、未定なところはあるんですが、次回またね、何か取るか喋るかわからないけど、やっていきますので、もしよかったら、そっちの方も見てやってください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。